はい、プレーボールドーム野球人です。巨人育成ドラフト2ルーキー田村智樹、プロ入り後自己最速155キロ計測、育成ながら世代最速ワンが逸材すぎるということでございまして、はい、今日はね、巨人の育成選手のお話をしていきたいと思います。高卒ルーキーの田村選手、まあ、入団前からねポテンシャルの高さが評価されていた選手なんですけれども、先日の紅白戦でプロ入り後自己最速の155キロを計測したということで話題となっております。まあ、これはね育成選手ながら高卒ルーキーの中で一番速い数字ということになっておりまして、かなりの逸材がね出てきたんじゃないかというところで注目されておりますが、まあ、今回はねこの田村選手についてゆっくりねお話していきたいと思います。では記事からチェックしていきましょう。はい、巨人育成ルーキー田村が最速155キロ記録。巨人3軍は15日ジャイアンツ球場で紅白戦を行い、高卒ルーキーが躍動した。選抜した育成ドラフト2の田村智樹投手は威力のある直球を軸に5回を投げて3安打2四球1失点のこと。直球はプロ入り後の自己最速を2キロ更新する155キロをマーク。期待の5は回し力を上げていきながら5イニング投げることをテーマにしていた中で、マックスを更新できてよかったですと満足げな表情を浮かべた。負けじと育成9位ルーキーの森本投手も力投、出所の見えにくいフォームから繰り出す直球とスライダーのコンビネーションで打ち取った。4四球と制球が乱れた場面もあったが、4回4安打1失点にまとめ、最近状態が良くなかったけれど今日は粘り強く投げることができた、併殺を狙って取れたのが良かったと振り返ったということでございます。まあ、昨日ね巨人3軍で紅白戦があったというところでございます。まあ、そんな中で目立っていたのが育成ドラフト2位の田村投手。もともとねこう速い球を投げるというところで話題の選手ではあったんですけど、先発して5回を3安打2四球1失点というところで悪くないピッチングを披露。そして注目すべきは155キロをマークしたというところではありますよね。プロ入り前のね最高球速っていうところが試合では152キロで、プロに入ってから153キロっていうのをマークしていたんですが、そこからまた2キロを更新して155キロというところになっております。まあ本当ねこの短期間でぐんぐん球速っていうところが伸びていっているんですが、ではこの田村選手ね、もうちょっとどういう選手かっていうところを詳しくねチェックしていきましょう。はい、田村智樹選手、プロ1年目の選手です。出身地は東京都、2004年4月6日生まれ、19歳、184センチ81キロ、ポジションはピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2022年育成ドラフト2位指名の選手で、今期年俸は360万円、下っ気が290万円、最高球速が先日出した約155キロということになっております。で、球種はスライダー、カット、カーブ、フォーク、ツーシームなどを投げる選手ということでございます。田村選手は高田南高校では1年夏から控え投手としてベンチ入りすると、2年春の県大会からエースの座をつかむと圧巻の投球を続け、見事県大会優勝に貢献します。2年生夏は2回戦で敗退したものの、2年秋の新チームでは再び県大会を制覇し、東北大会にも出場します。徐々にプロからも注目される存在へと成長を遂げていきました。そして3年生になると練習時に158キロを計測し話題となっておりましたが、最後の夏の大会では初戦で敗戦し、巨人に育成入団となっていたというところでございます。はい、この田村選手ですね、甲子園の経験とかはないんですけれども、坂田南高校のエースとして活躍しておりまして、割とね有名な選手でございました。で、その中でも彼をね有名にしたのが最速158キロというところではあります。これはまあ練習中のねスピード感で出た数字というところでございましたので、まあこう公式記録というかですね、試合で出た数字ではありませんでしたので、メディアとかで紹介されるときはね152キロ右腕とね呼ばれることが多かったんですけど、まあただ158キロを出した映像っていうところがね結構回って、こう一気にね彼の知名度を上げていたのかなっていうふうに思います。で、そんな中ね試合下での指名もあるんじゃないかっていうところではあったんですけど、まあ夏ね早めに負けてしまったっていうところもあって、巨人の育成で獲得というところでございました。で、成績見ていきましょう。高校通算の公式戦成績、判明分のみは17試合で 72.2イニング、85奪三振39四球、64被安打、防御率 1.98、奪三振率 10.53、四死球率 4.83 ということで、はい、まあ抜群のね成績を上げております。まあ、三振がね非常に取れるっていうところはやはりあって、でフォアボールがね多いっていうところが課題ではあったんですけど、まあこう非凡なものっていうところをね高校時代から見せてくれておりました。で、最後の夏大会はですね1試合に投げて10イニング11奪三振2四球、被安打8、防御率 1.80、奪三振率 9.90、四死球率 1.80 ということで、悪くないピッチングっていうところを見せてくれていたんですけれども、打線の援護なくね負けてしまったというところでございました。はい、で、まあそんなね田村選手、育成選手ながら非常にね期待されていた選手というところでございまして、まあ育成2位っていうところではあるので割と高い順位ではあるんですよね。
育成選手でいうと近年こう大学生が上位の方で指名されるっていうね傾向はありますし、巨人が1位指名した松井選手は早々に支配下にも上がっておりました。まあその次に指名されたっていうところなんで、やっぱ高校生としてはですね結構ポテンシャルっていうのを評価されていたと。でそんな中1年目の今季ね、ここまでの成績はというところでチェックしていきましょう。はい、では今季成績ですねチェックしていきましょう。田村選手今季はね3軍で投げておりまして、見ていくと3月4月は2登板で2イニング、防御率 0.00、 奪三振率 9.00、 四球率 9.00 という成績でございます。はい、まあ、4月にね2登板しておりまして、まあ、0点で抑えていたと。で三振も取れておりましたが、ちょっとねやっぱフォアボールっていうところも2つほど出ていたのかなというふうに思います。で5月はね3登板7イニングで防御率が 6.43、奪三振率 11.57、 四球率 5.14、 KBB が 2.25、 1分 1.29 という成績でございます。はい、まあ5月に関してはね防御率こそ高いんですけど、やはり奪三振率っていうのは素晴らしいものが見て取れますね。 11.57 ということで非常に三振が取れておりました。四球率は 5.14 とまだ比較的高いんですが、まあ徐々に下がってきております。で6月に入ると1登板で5イニング1勝0敗、防御率 0.00、 奪三振率 5.40、 四球率 1.80、 KBB が 3.00、 ウィップ 0.40 ということで、まあ、6月は1登板のみではあったんですけど、先発で1勝、しっかりと0点に抑えて、でフォアボールも比較的少なくねいけたというところでございました。で7月はですね3軍では1登板のみ、2イニングで防御率 0.00、 奪三振も 0.00 ですが、奪三振率 0.00、 四球率 4.50 という成績でございます。はい、まあ、7月はねまだ比較的登板というのが少なめでございまして、1登板のみというところではあったんですけど、ケアはしていくと8登板で16イニング1勝0敗1セーブ、防御率 3.38、 奪三振率 7.88、 四球率 4.50、KBB が 1.75、 WIP 1.19 という成績になっております。はい、まあね悪くない成績ではないでしょうか。5月以外はね点は取られていないというところになっておりますので、しっかりと投げれているんではないでしょうか。で先日ね紅白戦で5回失点155キロ計測というところでございまして、7月はね3軍戦対外試合は1登板なんですが、まあ、先日ね、しっかりと先発で紅白戦ではありますが結果を出すことができたと。でその紅白戦も込みで計算すると防御率は 3.00、 奪三振率 7.71、 四球率は 4.29 まで下がるということになっておりますので、まあ悪くないね数字なんではないでしょうか。はい、ということでまあ見てわかる通りね、比較的こう順調な1年目を過ごしている田村選手、まあまだ3軍で無双っていう段階ではないですし、当然ねまだまだ課題っていうのは山積みではあるんですけれども、まあそれでも球速っていうのはしっかり上がっていて、ある程度ねこう試合を作れていることもあるということを考えれば、まあ上々っていうところではないでしょうか。でそんな中ですね、田村選手と同世代の選手ですね、今年の高卒ルーキーたちの球速っていうところ、そことねちょっと比較もしていきましょう。はい、では高卒投手というところで見ていきます。今季ですね高卒ルーキーのピッチャーっていうところが、育成試合が合わせて26選手いるというところになっておりまして、まあ割とね多いというところではあるんですけど、その中で最速150キロ以上の投手というところに限って見ていくと一気にこう少なくはなってくるんですよね。まあプロ入り後もプロ入り前も含めたものっていうところを見ていくと、まずは斉藤裕太選手、広島の1位指名の選手、そして山田陽翔選手、西武のドラフト5位指名の選手ですね。まあ、共に高校時代から評価が高かった2人でございますが、プロ入り後に最速152キロをどちらも計測しているということでございます。まあやっぱね斉藤選手に関しては1位指名されただけのことがあって、こう早くもポテンシャルを発揮しておりますし、まあ、山田選手もね本当甲子園で活躍したスター、まあ身長がねそこまで大きくないっていうところもあって5位指名に甘んじましたが、こう球速はしっかりね出ているよということでございます。でプロ入り前にね152キロを出していたのがオリックスの斉藤選手とソフトバンクの赤羽選手、この2人ということでございます。で安西選手と草野選手、日本ハムと DeNA の選手ですが、彼らもプロ入り前に151キロを計測、そして150キロを計測していたのが阪神の門別選手、ロッテの田中選手というところで、まあ、斉藤選手、山田選手以外はですねいずれもプロ入り前に出したというところにとどまっております。まあただね大台には乗っていないんですけど、まあ、プロ入り後もね順調に来ている選手っていうところは多々いるんじゃないかなっていうふうに思いますが、まあただそれでもですね一番ね速い球速っていうところは斉藤選手、山田選手の152キロというところになっております。なのでそう考えると田村選手の155キロっていうところはダントツで世代ナンバーワンとね
いうことになっております。まあプロ入り後153キロ出して、まあその時点でね一番ではあったんですけど、今回155キロを計測したというところでございましたので、まあ一気にね3キロほど引き離してトップ独走というところでございます。もちろんね、球速だけが全てではありませんが、やはり球速が上がれば上がるほどですね、打たれにくいっていうデータも出ておりますので、間違いなく大事な要素の一つではあるんですよね。なのでそこを考えればですね、本当こう育成選手からそういう選手が出るっていうところは結構ないことではありますし、本当ね今後の成長が非常に楽しみなのかなというところではないでしょうか。まあまだね3軍でしか投げていないっていうところではあるんですけれども、まあこうゆっくりね体作りながらもっともっとすごい投球っていうところをですね我々に見せていただきたいなっていうふうに思いますし、まあその先にはね試合化昇格というところもあるんではないでしょうか。はい、では今日は以上でございます。最後ね、ネットで何の見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。高卒育成出身でも MLB のオールスターに出れるんだから期待しかないよね、ということですね。はい、そうですね。まあやっぱ育成選手に関してはですね、こう当たれば儲けもんっていうね感じではあるんですけど、ただ天井を見ればですね、千賀選手っていうね例がありますので、やはり育成出身とはいえね、全然可能性はあるんじゃないかなっていうふうには思いますよね。特に千賀選手なんかね、高校から入ってきてまだまだ球速っていうのも出てませんでした。ソフトバンクに入ってからメキメキ上がっていきました。ただまあ田村選手に関してはね、もう今の1年目の時期から155キロ、かなり速い球速帯を誇っているっていうところでございますので、十分期待はできますし、それこそまあ160キロをね超えて活躍するっていうところもね、夢ではないんじゃないかなっていうふうには思います。まあまだまだ本当課題はね多いんじゃないかなっていうふうにも思うんですけれども、それでも本当ね順調に来ているんじゃないかなっていうふうには感じますし、今年の最後の方にまたね2軍戦でデビューっていう感じにはなるんじゃないかなっていうふうには思います。でそうなれば今年のね京本選手みたいに、来年は2軍である程度先発で経験積ん で早ければそこで試合下に上がりますし、本当のね勝負っていうところは一度自由契約になる3年目のシーズンなのかなっていうふうには思うので、まあ、まだまだね時間はあるかなっていうふうには思うんですけれども、まあそれでも本当ね早く出てきそうな選手っていうところがこうやってアピールしているっていうところはですね、楽しみでしかないのかなっていうふうには思いますし、こうまたね残りのシーズンあるんですけれども、怪我せずですねどんどん成長していってほしいなっていうふうに感じますが、でこちら見ていきましょう。昨年のドラフト入団後の選手、全体的に当たりの予感が。3軍の投手育成が優秀というのもあるけれど、水野がスカウト部門を仕切るようになり、本当にいい素材の選手を獲得しているね、ということですね。はい、そうですね。まあやっぱドラフトに関してはですね、まあ特に育成選手に関しては、一気にこうね、選手の質が上がった感じはしますよね。やっぱ育成ピッチャーに関してはなかなかこう当たりっていうところも近年少なかったですし、まあそれがね水野さんがスカウトになってから菊池選手が1軍である程度やれるようにねなってきましたし、松井選手も試合下に上がって、で今回またね田村選手が非常にいい感じで、高卒2年目の京本選手も順調にね来ているというところになっておりますので、まあやっぱその辺に関してはね、いい素材の選手をしっかりと見聞きできている証拠なのかなっていうふうに思います。当然育成環境がねしっかり整ってきたっていうところもあるんでしょうけれども、やっぱねこうスカウティングの部分からいろいろ変わってきているところもあるんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、この感じをね引き続き継続していただければ、やはりもっともっとね戦力っていうところが年々増えてくるんじゃないかなっていうふうには思いますし、その辺はね今後も期待したいところかなというところではないでしょうか。はい、では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。